ウォウウォーは2019年に公開されたインドのアクションスリラー映画。シッタールト・アーナンドが監督、リティク・ローシャント・タイガー・シュロフが主演を務めた。2019年10月2日のガンディ生誕記念日に合わせて4デラックス MX4D で公開された。批評家からはリティクト・タイガーの演技やアクションシークエンスが高く評価されたが、脚本については酷評されている。 ウウォーウォーは、ボリウッド映画の公開初日の歴代工業成績を塗り替え、2019年公開のボリウッド映画工業成績第1位となった。研究分析局のトップエージェントのカビール少佐は、上級分析官ナイドの指令を受けて、大物テロリストのバシールハシブ暗殺作戦に従事していた。しかし、カビールは作戦を放棄してナイドを殺害し、 RAW を離脱する。カビールの上官ルトラ大佐は、パティル国防大臣に彼の裏切りを報告し、事態の対処を命じられる。ルトラ部下たちを召集して、カビールの捜索、抹殺を指令するが、その中には、カビールの教え子だった、ハーリド大尉がいた。ハーリドは、カビールの行動について、思考を巡らせるが、そこに、カビールから連絡が入る手を引くように警告される。 ハーリドはルトラの推薦でカビールのチームに配属されるがカビールはハーリドの父アブドゥルを殺した人物だったカビールはハーリドの父アブドゥルが祖国を裏切った反逆者だったことを理由にチームへの参加を拒否するがハーリドは祖国のために父を密告した母ナフィーサーの名誉のために祖国への忠誠を尽くすためチームに参加するカビールは長年追い続けている 国際犯罪者リズアン、イリア氏を逮捕するためイズシハイカのイラクに潜入し、彼と協力関係にあるテロリストを拘束する。作戦終了後、カビールはハーディドの右目に障害があることを見抜きチームから除名しようとするが、ハーディドの母に対する言葉を聞いて、考えを改め、彼を正式にチームの一員として迎え入れる。その後、カビールたちはモロッコに向かい、 イディアシを拘束するが、イディアシの協力者になっていた、ソーラブの裏切りにアイチームのプラティークとムッドが殺される。カビールは、イディアシの部下から奇襲を受けて、彼を取り逃がしてしまい、ハーリドは逃走した、ソーラブを追跡の末に殺害するが重傷を負う。裏切りの2ヶ月前。カビールは、行方不明になったイディアシを探すため、彼の協力者フェローズコントラクターを監視し、 イリア氏が9.11テロ以上の事件を計画しているインド政府軍部情報機関に4人の協力者がいるという情報を入手する。彼は計画の全容を入手するため、フェローズのお気に入りのショーダンサーのナイナと交流を深め、彼女に民間人スパイとしてフェローズと接触するように依頼する。ナイナはカビールの正体を知って、 不信感を抱くが、娘る人暮らすための資金を提供するという条件を受け入れ、フェローズの屋敷に向かう。そこに仲間のアディティから連絡が入り、イリア氏が整形手術を受けていたことが判明する。フェローズの正体がイリア氏であることを知ったカビールは屋敷に向かうが、ナイナはすでに殺害され、イリア氏は逃亡した後だった。カビールはアディティに協力を依頼して、 イリア氏の協力者の一人がナイドであることを突き止め、彼を殺害する直前に他の協力者の名前を聞き出す。時系列は現在に移り、ハーリドはハーリドの協力者ジミーシュロフ中佐を殺害する。ハーリドは電車の中でカビールからの接触を受けて再び手を引くように警告されるが、その中で次の標的がビシュワース博士であることを告げられ、 殺害を阻止するためビシュワースがいるポルトガルに向かう。しかし、ハーディドはビシュワースの保護に失敗し、彼から軍事衛星の座標コードを奪ったカビールを追跡するが逃げられてしまう。任務に失敗したハーディドはカビールとの内通を疑われてチームを外されるが、その中でカビールの目的を突き止め彼のもとに向かう。真相を知ったハーディドはカビールに協力するが、直後に インド軍の部隊に襲撃される。部隊を撃退した二人は、ケイララ州に向かいアディティと合流し、彼女から解読済みの座標行動を受け取る。二人は、アディティの元を後にするが、直後にハーリドはカビールを毒殺し、死ぬ寸前のカビールに対して、ハーリドは、自分の正体が死んだはずのソーラブだと告げる。本物のハーリドは、ソーラブとイリアシに殺害され、ソーラブは整形手術を受けて、 ハーリドになりすましていた。イリアシとソーラブは砕氷船で北極圏に向かい座標高度から位置を割り出した軍事衛星をミサイル攻撃してインドパキスタン間の軍事衝突を格作する。そこに死んだはずのカビールが現れ軍事衛星の破壊を阻止しようとする。カビールはソーラブに対し右目に障害があるハーリドが右側の敵に対処していたこと。 ムスリムのハーリドが飲酒していたことから、ハーリドの正体を見抜き、アディティから下毒剤を受け取っていたことを明かす。彼が用意した偽の座標コードを入力したミサイルは、砕氷船を攻撃し、ソーラブは用済みになったイリアシを射殺して逃走する。カビールは、ソーラブを追跡して境界に追い詰め、格闘戦の末にソーラブを殺害する。事件の解決後、 インド政府は殉職したハーリドに名誉勲章を送り、功績を称えた。カビールは、ルヒを連れて、シドニーを訪れ、そこでルトラと再会する。カビールは、裏切り者のまま RAW の活動に従事する、ことを伝え、ルトラから、バシール橋部の下に潜入する任務を与えられる。リティクローシャンタイガーシュロフバーニーカプールアヌプリアー、ゴーエンカー2017年9月27日。 ヤシュラージ・フィルムズは創業者、ヤシュラージ・チョープラーの誕生日に合わせて、リティク・ローシャント・タイガー・シュロフが主演を務める、新作アクション映画の制作を発表した。2018年8月には、バーニー・カプールの出演が発表された。アクションシークエンスの指導には、ハリウッドと韓国のアクション振付師が起用された。クライマックスシーンの撮影は、北極圏で行われ、ウォーウォー、は、 同地で撮影された最初のインド映画となった。2018年9月から主要撮影が始まり、リティクト・タイガーのダンス対決のシーンも撮影された。2019年3月に撮影が終了した。2019年7月15日に公式 4K、ティーザーが公開され、動画再生回数5400万回を記録した。8月27日に予告編が公開され、10月2日の ガンディ生誕記念日に合わせて映画が公開された。公開初日の興行収入は5億3350万ルピーを記録し、ボリウッド映画歴代公開初日興行成績を塗り替えた。公開2日目に2億4350万ルピー、公開3日目には2億2450万ルピーを記録し、公開3日間の累計興行収入は10億150万ルピーとなった。 この時点で、ウォーウォーは6つの工業記録を更新し、公開3日間で100カロルクラブ入りを果たした。公開週末の累計工業収入は16億6250万ルピーを記録し、2019年公開のボリウッド映画公開週末工業成績第一位となった。公開第一週の時点で、累計工業収入は20億ルピーを超え、バーフバリオーの外線。 するターンに次ぐ工業成績を記録した。11月28日時点で、国内工業収入37億8460万ルピー、海外工業収入9億7040万ルピーを記録し、合計工業収入は47億5500万ルピーとなった。これにより、ウォーは2019年公開のボリュート映画工業成績第1位となった。 シッタアルトアーナンド、ウォーウォーは、批評家から好意的な評価を得ており、ロッテントマトズでは15件の批評が寄せられ、支持率73%、平均評価7、十0となっている。ボリウッドハンガマは4、5の星を与え、ウォーウォーは、観客を満足させるための十分なひねりとターン、そしてスタイルを持つアクションエンターテイナーです。興行収入の面では、 週末成績、輝かしいアクション、華やかな海外、ロケーション、スタイリッシュな出来栄えにより、映画の巨大な実績を保証していますと批評している。リパブリックワールドは4.5、5の星を与え、壮大なアクションスペクタクル、隙のない脚本、ワールドクラスのアクション、ペースの速いスリリングな脚本、リティクローシャンの演技は象徴的で、 タイガーシュロフはキャリアの中で最高の演技を見せています。知ったアルトのビジョンとディレクションは極上のものでしたと批評している。タラン・アダルシュは4、5の星を与え最高のエスカピスト映画と批評している。フィルムインフォーメーションの困るナータはこの映画はヤシュラージ・フィルムズの新たなフランチャイズの始まりになる可能性があると批評している。そうなるゲラは インディア TV に批評を寄稿して3.5の星を与え、シッタールとアーナンドは二人の俳優のシックスパックの筋肉を最大限に活用し、これが完璧なアクション映画を作るコツになったことでしょう、と批評している。ラジーブ・マサンドは2.5の星を与え、リティク・ローシャンとタイガー・シュロフの二人が完璧にアクションをこなしたことで、大きなスタイリッシュシークエンスに素晴らしさを、 一対一の殴り合いのシークエンスに本能的なエネルギーをそれぞれ与えていると批評している。The Times of India は3、5の星を与え、映画には多くのスタイル、スタント、ショーが存在するが、具体的なストーリーが欠けていると批評している。インディアト o d a は2.5、5の星を与え、ウォ o ウォ o はあなたを楽しませるでしょう。しかし、映画から何かを生み出すつもりならば、 ジョーカーを見た方が良いでしょうと批評している。デイリーニュースアナライシスは3、5の星を与え、ウォーウォーは、リティクローシャントやシュラージフィルムズのカムバックを示していますと批評している。インディアンエクスプレスのシューブラグプタは2、5の星を与え、ウォーウォーの問題は、リティクローシャントタイガーシュロフが映画を独占していることであり、貧弱な悪役たちに、 チャンスがほとんどないことですと批評している。ファーストポストの案内ムエムベティカドワに語の星を与え、反イスラーム主義が台頭するインドの社会情勢下で国家に忠誠を尽くすムスリム軍人を描いたことについて監督やプロデューサーのムスリムの中には良い人間もいるという傲慢な姿勢が感じられるとして酷評している。ニューデリーテレビジョンのサイバルチャテルジーは1.5 5の星を与え、悲しいことに脚本がずさんです。ジグソーピースを適切な場所にはめるためには、工夫が必要ですが、彼らは、その努力を怠っていますと批評している。知ったアルト・アーナンドは、ウォーウォーの成功後、同作のフランチャイズ化の構想について語っている。ありがとうございます。